3作目はこちら。主人公のみかんは関西弁を話す元気いっぱいの小学5年生の女の子。あ、小学生が主人公かってスキップしようとしたそこのあなた、侮るなかれ。最初こそギャグ要素の強い学園アリスなんやけど、物語が進むにつれ奥深く泣ける作品になっていきます。大人でも十二分に楽しめる作品です。物語はみかんの大親友のホタルがアリスっていう特別な力を持つ天才だけが通える学園へ転校するところから始まります。ホタルがいなくなってふてくされていたみかん、ホタルはうちを捨てたんやって泣いてるみかんなんやけど、ある日ホタルが行った学園は一度入ったら大人になるまでその敷地からも出ることが叶わないっていう噂を聞いて、みかんはこっそり京都の家を出て東京の学園に向かいます。